ネロカップーチョアグリジェンティーノはイタリアのシチリアアグリジェントを発祥地とする赤ワイン用ブドウ品種である。19世紀後半にフィローキセラによりヨーロッパの固有種のほとんどが壊滅的な被害にあった。その後、フィロキセラ対策としてヨーロッパ種はアメリカ種及びそれを起源とする雑種の代議への継ぎ木が行われている。そんな中、ネロカップーチョは フィロキセラの被害から逃れ今も、なお、純ヨーロッパ種の数少ないブドウとして生き残った。しかし、ワインブドウの栽培が主に、アメリカ種との次期のブドウがメインとなり、収穫時期が、少しずれるネロカップーチョを使ったワインを生産する、生産者が減少した。効率的なワイン生産を優先することで徐々に、ネロカップーチョを使用したワインが減り、今は純イタリアブドウの絶滅危惧種のような、 存在として大切に栽培されている。現在、生産量は非常に少なく入手困難なワインで日本で購入することは非常に難しい。ありがとうございます。